アースおじさん46億歳、浦島太郎。うわー、海だ海だ。海はええな、さすがわしやな、抜群のルックスや。ん？お？カメさんや、どないしたん？絡まって取れないんだ。アースおじさん、助けて。はあ、絡まって取られへん。よいしょ、よいしょ、よいしょ、くいっそ、取れた。ねえ、カメさん何食べてるの？なあ、それご飯ちゃうで。ビニール袋やんか。食べたらあかんで。だって、海泳いでたよ。とにかく助けてくれてありがとう。竜宮城に行こう。むっかしむっかし、アースおじさんは助けた亀に連れられて竜宮城に行ってみれば絵にも描けないゴミ置き場。お話と全然違う。せやねん、困ってんねん。相変わらずやな。あら、久しぶり。ん？どないしたん？見ひんうちにくたくたやないか。乙姫様もお話と違う。水質汚染がひどくてね、水も汚れてゴミも減らないのよね。ま、楽しくやってるけどね、この子たちと。わし言いたいことあってな、今人類とかお邪魔してんねん。そう、道理でコンパクトになったかと思った。うちの亀太郎を助けてくれてありがとう。乙姫様のごちそうとタイやヒラメもプラ食べて、ただ珍しくおとなしく月日が経っても変わらない。遊びに飽きて気がついて糸まごいもそこそこに、帰る途中の楽しみは土産にもらったゴミ袋。今日は焼き魚よ。みんなな、知らんねん。火ついてへんかもしれへんけど、結局は形を変えてキメラに帰ってくんねん。せやねん、全部つながってんねん。お歌が上手でしたね。おしまい。現在海には1億5000万トンのプラスチックが存在していて、そこに毎年800万トンのプラスチックが増え続けています。800万トン、想像できませんね。ジェット機5万台分です。海に流れたプラゴミは自然に戻るまで長い年月がかかり、ペットボトルでも400年以上かかるので、いや、はあ、僕生きてないわ。うん、次の次のもっと先の世代まで残ってしまうのですね。チャンネル登録よろしくお願いいたします。プチーン。